はい、皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを同世代応援 YouTuber 琵琶湖セラピスト湖の女神かずみです。だいぶ慣れてきたかな。だいぶ慣れてきました。はい、さて、今現在の、外の気温とハウスの中の気温です。まあいつも通り、まあ、1から2度ぐらいの間の差ですね。外は4度で、中の方が 5.6 度です。そしてね、これ多分あのリセットはしてると思うんですけど、今日の朝あのちょっとだけね、谷パッドしに来た時にリセットしたような気がするので、ちょっとね分かんないです。その気がするだけで覚えてないという。はい、そしたら今日の、最高気温ですね、外がね 13.5 度の、ハウスの中はね暖かかったんですね、 28.9 です。はい、30度近いですね、もうね。で、最低気温、あ、これ今日のですね、大丈夫ですね。そしたら今日のね朝の最低気温ですね、外が 0.5、中が 3.5 ということで、今日はね比較的ハウスの中ね暖かかったようです。昨日ね確かちょっと見に来てるんですけれども、その時にはね、マイナスじゃなかったです、 0.1 度の外がもうマイナスの 1. 何度でした。外の気温はねすごいマイナスでしたけど、中の気温はねマイナスになることはなかったです。そしたらね、とりあえず今日のところをリセットして、またね明日の朝からね、どんな気温になるかは分かんないですけれども、リセットしておきます。で、今日朝からずっとタニパトとか、枯葉取りなんかして、でずっとねかぶせてやったので2日間、昨日と一昨日と、ずっと、雪の日はねもう伏せてました。なので今日は一日時々に晴れ間があったんですけど、やっぱりねみぞれと みぞれ混じりのちょっとパラパラっとした雪っていうのかな。でみぞれなんで、積もることはなかったです。ただね、びしょびしょになって、で溶けるということがね、まだやっぱり天気がそんなに良くなかったので、裏庭にも、雪はどっさりで、今朝早く、除雪車が来たみたいなので、道の方はね、大丈夫でした。雪の方はだいたいほとんど取っていただいたんですけれども、家の前がね全然入れられなかったので、車の方、自分のとこ3台あるんですけど、1台ねいつも家の前に1台置くんですけど、全然もう入れられるようなあの雪の量じゃなくって、それをね雪かきしながら夕方やっと3台すべて入れられるようになりました。そして、昨日でももうそうですね、あのタニパトとかその作業してたのは多分ね、昨日ぐらいの動画か、昨日お休みしてね、一昨日の動画で多分お話とかしてるとは思うんですけど、今日の朝もタニパトをしたところ、ダメになったものとかはなかったです。ただね、水をやらなきゃなんないかなっていうのはあります。こんな感じでね、もう塩入れてきてるんです。この中がねどうしても、ヒーターをかけてるので、この中はね温度保たれてるんですよ。なので明日ちょっと水やりをしようと思いますね。あんまりね水やりしてどうかなっても思うんですけど、やっぱりねハウスの中の温度がね15度ぐらいを保ててる以上は水をねやらないと今度は枯れてしまうかなっていうのがあります。これだけですね。なんでこれだけこう葉が垂れ下がってるのかな。やっぱり水が足らないのかな、それとも足りてるのかな、火が当たってないのかな。カンテがねよくほらあのスカート状になるのは火が当たっていない証拠って言って言わはるんですけど、うちもねだいぶあの上にしまってきました。下はまだちょっとね開いているところがあるんですけど、まあ、水はね切り気味にカンテは育てています。で、葉差しの方もね結構あのぐぐっと大きくなったりとか、で、チョンパしたところの間から芽が出てきたりだとか、あとは何かな。そうですね、まあそんなにすごくあの感じがあったかいわけじゃないのでぐんぐんとは育ってませんけど、でもやっぱりチョンパしたところからね
出てきたりしているので、あの比較的あの寒いといえどもやっぱりハウスの中なので、育ってきているみたいです。はい、そしたら、今日はですね、トロピカルガーデンさんの、福袋の、ね、セットの開封動画を、ね、しようと思います。あのもう開封はしてある程度こうなんていうのかな、あの風通しをよくはしてあるんです。でいつも、ね、開けてて、で中身は、ね、何っていう確認はしてないので、あとでトロピカルガーデンさんの苗って、フルーツのあのなんていうのかな、発泡みたいなやつ、あれに包んでくるので、やっぱあれそのままねぐるっと巻いたままやったらね、漏れてしまったりすると困るので、もうそろそろしようというのと、あと追いかけるように、プチコマさんの6周年のセットもねもう届いたんですよ。でそちらの方の開封も続けてあのしなきゃならないので、今日はもう早々と しなきゃならない、トロピカルガーデンさんの方の2024年の福箱の開封動画になります。はい、ちょっともう開封はねしちゃってるんですけれども、はい、一つずつね、ご紹介をねしていきたいなと思います。名前がわからない、読めないところがあると思いますが、また調べて書いたりします。前ね、いつやったかな、いつか あのトロピカルガーデンさんのねセットを買った時に、あのなんて読むのかわからなくってあの後で調べたらチワワエンシスやったりね、なんかやっぱりちょっと読みにくいっていうか、英文のやつがどうしてもやっぱり読みにくいので、そこのところはまたね調べて、あのこの下ですね、ここの下のところにねまたね書き加えたいと思います。そして今回の2024年の福袋、去年はねカンテとアフターグローのセットだったんですけど、今年は、石化と錦のセットですね。あと大きめのね、苗とか、YouTube の限定で二苗プラスということでね、合言葉で。そして、ビンゴカードですね、ビンゴカード今回で私2回目なんですけれども、ビンゴカードと届いております。そしてビンゴカードはかなかにでね、めちゃめちゃ楽しみです。そしていつも通りお手紙ですね、お手紙と、あとはママさんの手書きのお手紙ですね。あのね、ママさんの、ね、手書きのお手紙もね、四季折々ね、あのいろんな文面でね書いていただいて、今回はねこんな感じで実筆のねあのコピーの、お手紙をいただいておりますね。あの楽天のね、大賞をねあの取られたんですよね。すごいですよね、本当に可愛い苗をね、いつまでもあのこれからもね育ててね行ってほしいなって思います。もうパパさんもママさんもね私も大好きなんで。そしたらまずは、普通の苗かな、どれがねワンセットプラスかわかんないです。あのねワンセット、くじ引きのようなおまけのおまけの苗っていうのがねあったんですよ。でそれがねコブ付きのマディバ、コブ付きマディバですね、バンプマディバが、入ってるかもしれないですよっていうあのセットだったんですけど、見たところ残念ながら入っていないようです。どれがねだから何ていうかな、一つエケベリアプレゼントっていうのかはちょっとわからないですけど、とりあえずね一つずつ紹介していきます。早くしろよって思われてるかもしれません。はい、めっちゃ可愛い苗じゃないですかこれ。あら、これはですね、こちら、これは、いよいよ読めない。読めないです。読めないので、またね、書いときます。なんとかハイブリッドですね。ハイブリッド。シルエット、あ、シルエットだ、シルエットハイブリッドですって。またちょっとシルエットとちょっと違いますね。普通のシルエットね、もっとちょっとね薄葉なんですよね。シルエットハイブリッドですって、かわいい。はい、これがシルエット
ハイブリッド読めましたよ。シルエットハイブリッドです。次です。次はちょっと小ぶりなちっちゃめな、はい、こんな感じで真ん中がね、チョコレートムースのようなブラックローズのようなって感じですね。こちらの方がブラッドマリア×エレガンスって書いてあります。これは読めます。はい、ブラッドマリア×エレガンス、ブラッドマリア×エレガンス、どっちに似てるのかな。皆さんどっちに似てると思います？ブラッドマリアかな。はい、これがブラッドマリア×エレガンスですね。はい、次はこちらです。こちらね、私の大好きな、あれ、これ石化、あれ、ちょっと待ってください。これどう思います？石化かな。真ん中ちょっとどうだろう、ちょっと石化っぽくないですか。これはね、セイレーンですって。石化とは何とも書いてないです。セイレーンと書いてあります。でもね、これめっちゃ立とうかなと思ったんですよ、初め見た時に。ちょっと石化っぽくないですか。この辺りが石化っぽいゾーンでね、こっちは普通なのかな。ほら、こっち普通っぽいです。この辺りとかこの辺りがね、ちょっと石化っぽいので、これはね、育ててみないとどうなのか分かんないですね。はい、石化かもしれないです。でも石化だったら嬉しいです。私ね、石化大好きです。錦石化めっちゃ好きです。次はね、どれかな。おお、大きいですよ。色的にもね、意外と私の好きな、あ、花芽が出ている。もうゾクゾクしてる。はい、花芽が出ていて、こちらもね、紫の濃いの花芽が出ています。さてさて、これは何でしょうか。じゃん、読める？あ、ブロードドラゴン。これドラゴンシリーズでいいのかな。ブロードドラゴン、ブルードラゴンとレッドドラゴンを前にね、京都の蘇州さん行った時にね、前から欲しかったんで買ったんですけど、こちらもドラゴンの種類でいいんでしょうかね。ブロードドラゴンです。ブロードドラゴン読めてない。ブロードドラゴンです。花芽が出てきてます。はい、次です。次は、あ、これまた大きなね。今度は先ほどのが茶色とすれば、これはね、もう一つでかいんですけど、赤。見て、私の手のひらちっちゃいですけど、10センチ以上はあります。さあ、こちらの多肉、これも花芽、あ、花芽が出てきている。ここほら、この私の親指のところらへん、花芽出てきてますよ、ほら。で、これが、やっぱり赤っていうだけあって、はい、レッドローズです。赤いバラですって。わー、すごい、めっちゃ赤いねえ。ちょっこれがもしかすると一つおまけのついてるやつなのかもしれない。なんでかって言ったらね、他のやつはね、形結構整ってるんですけど、こちらね、ちょっとここら辺葉差し取りましょうか。これね、この辺、この辺り葉差し取ったら、ここの形綺麗になると思いません？葉差し取って増やしましょう。私ね、今回からはね、葉差しとか取るようにしようと思うんですよ、今年。やっぱり去年の夏が、あんなことになってね、トロピカルガーデンさんの苗も、意外と失えました。大丈夫だったのもあり、そしてそれを葉差ししたりチョンパしたのがあって、嬉しいことにね、増えたのもあります。だけど残念ながらね、やっぱりダメになってしまったものもやっぱりあったんですよ。なので、今回からはね、
葉差しできるかできないかはもう別として葉差しをね取っていこうかなと思っています。次これはもしかしたらラウイかな、それともなんかモンロー、ピンクモンロー、オレンジモンローかななんて思ってはいるんですけれども、さてなんだろう、あ違う、これなんだろうね、サンガ A ですって。サンガ A、 サンガ A タイプっていうことかな、サンガ A っていうことですね。これもなんか水含んだらねパーンとあのパチーンとなりそうですよね、うん、すごいこの光景さて、いようですよ。あその前にあのこれも欲しかった種類です。ちょっともうねあの今の時期的にはまだ大丈夫ですけれども、このね新しいコースター、今までのコースターもねいっぱい集めてはいるんですけど、このね最近のねトロピさんのコースターはもう色鮮やかなねコースターで、でこういうね、多肉とか、の、うん、イラストのを使った T シャツとかね、いろんなグッズもね販売されてますが、グッズまでなかなかね欲しいと思えどね手が出せないんですよ。さあそしていよいよです、錦と石化が必ず入ってます。で錦の方はなんだろうな、持ってない錦だといいんですけど、じゃん、お、ちょっとミニマっぽい、ミニマっぽいな、あちょっとここ下っ端が枯れてきてる、これもちょっと外葉取ってね葉差しとかねして増やそうかな。さあこれ何でしょう、私的にはなんかミニマっぽいような気がします。じゃん、お、やっぱ当たってた。でもねブルーミニマの多分ふいり錦っていうことでしょうね、多分ね。ブルーミニマでした、ブルーミニマちょっとミニマの錦は持ってないんでね、嬉しいですね。私錦ねあんまりたくさんないんですよね、ちょこちょこっと集めたりは。最近ね買った錦っていうとダルマ修礼の錦、それとプロリフェラの錦、そして姫修礼の錦ね、その育てやすい錦を、最近は買ったんですけど、あまりね種類はたくさん持ってないです。何だったかな、あれメビナ錦とか、あとそういうのはちゃんと持ってます、うん、さて私の大好きな石化です。なんかうにょうにょしてる、じゃーん、めっちゃかっこよくないですか、錦じゃない、ごめん、石化でね、よく見るとここ全部つながってるんですよ。ほらこれどうやって、私の場合はねいろいろ言ってありましたよ、あのリースみたいな形でくるのもこう置いてもらってもいいし、でちょっと曲がってるのも横に置いてもらってもいいしって言ってたけど、私とはねあの曲がってることはないですね。そしてこの部分がねちゃんとあのついてるので、私こう植えます、こう枯れ葉取ってねまたね植えたいと思います。めっちゃ大きなね石化ですよ、12、3センチぐらいはありそう、もう画面いっぱい、ほら画面いっぱい、多分一番大きなね石化ですね。さあこの石化ですねって言いつつね名前言ってないんですけど、こちらのアイクソウルクリスタータかな、またこれもね調べときます。アイケソウルクリスタータかなこれ横って値段なの、私ね
これあのね、読まはる人がいるんですよ、このねトロピカルガーデン3600って書いてあるじゃないですか。これって値段なんですか値段を書いてくる、書いてかはるのかな。これってすごいですよ、値段だったらめっちゃお得ですよ、めっちゃめちゃお得やと思いますよ。これ値段なの？あ、でも値段かもしんない。え、これもうこれとこれとあといくつかを見たらきっとあの全然お得ですよこれ。おお、もうね、あのこのブルーミニマとこの石化とこれだけで、あの福袋のねお値段、この3つのやつだけでね福袋のお値段してます。ほとんどちょっとだけあれですけど、あとはもうなんかすごい多分ね2万円以上相当じゃないかな、計算すると。これちゃんとね金額が出てるのってすごいですよね。金額が出てないところってやっぱり、これっていくらのなんやろって、やっぱりほら福袋ってお得感が欲しいじゃないですか。でやっぱりこう金額が書いてあると、うわーこんな得したんやーっていう気持ちになるじゃないですか。あとはあの自分のテンションというか、あ、こんなに高い値段のやつやから、あのちゃんと育てなきゃっていうね、そういう風な思いになったりとかね、することはあるじゃないですか。ないかな、私だけ。はい、私のね今までの家の中の石化で一番大きかったのはこの人です。ミランダ・アボガイディス、アボガイディス・ミランダ、この石化がね一番大きかったです。ほら、それよりもちょっと大きいでしょ。これもねすごいでしょ。これね多分そうやったと思いますよ。あとね、アガボイディス・ミランダです。すごいこれね、あの綺麗な石化じゃないですか。ほらプルルルって私の一番初めての石化はリレールさんで買ったこちらの石化なんですが、こちらの石化ね、こことこことこことはもう石化じゃなくなって、ここだけになっているんですよ、石化の部分。これはねなぜかというと、今年の夏にねこちらの石化の方が半分ねダメになっちゃったんです。そしてこちらの方にこう根つくかな、わかんないですけど、ほら石化の部分ね、こんな感じで刺して刃刺ししてあります。刃刺しじゃないな、刺し木刺してあります。増やしてます。チョンパもうこの下の部分がね腐ってしまったので、あのいけるところまでね、あの切ってチョンパして切ってここにね刺してて、とりあえずはね根っこはまだどうかわかんないんですけど、一応ね上の部分腐っても枯れてもいない感じです。またねゆっくりとね私の石化ちゃんたちをね、発表する時がね来るかもしれないんですけど、以上の、1,2,3,4,5,6,7,8 8点が、トロピカルガーデンさん2024年の福袋でございます。でただいまトロピカルガーデンさんでは、バレンタインセットっていうのでね、大きめのねエケベリアが入っているバレンタインセットを、販売させしておられます。ちょっと悩んでるんです。ただねまだ今月はねちょっとねポチれないんですがもしポチれるとしたら来月やっともうバレンタインになっちゃうからな、どうなんやろ、来月入ってからかな、今月中はちょっとポチれないんですよね。なので来月の1日以降のちょっと自分のねバランスを見て自分のイベントのね出品とか出店とかのね、収入とかのバランスを見て買おうかなと思っています。今日は、委託先のね、お金がね 5,6,000円あったので、材料をまた買いまして、リメイク鉢を作ろうと思って材料を買って、いろんなものをちょっと買ってしまったらねもうなくなってしまいました。でもね今月まだまあね明後日
予定をねしておりますので、まあ雪ね、今まだ雪降ってるんですよ。バラ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 って雪が降ってて、まあみぞれっぽい雪なので多分めちゃめちゃ積もるということはないんですけど、ただね朝凍るババリがあるので怖いんです。で何を言ってましたっけそう、なので、まだねお金が、プラスになるかマイナスになるかっていうのは分かんないんですけど、そちらの方のね、収入というか売り上げの方とちょっと照らし合わせて、またねこのバレンタインのセットをね買おうかななんて思っております。はい、そしたらね今日は、トロピカルガーデンさんの福箱の開封動画でした。今日の多肉はちょっとねお休みさせていただきます。こんなねいっぱいのね苗を消化させていただいたので、今日の、苗っていうのはね今日の多肉っていうのはちょっと休まさせていただこうかなと思っております。はい、そしたら明日はタニパトだけになるか、もしくはプチコマさんの方の開封動画急いでするかになると思います。植え付けまだね、やってませんほぼほぼね植え付けできてないです。でも、植え付けの方もねやっていきたいと思いますので、今日はここまでになります。はい、そしたらまた遊びに来てくださいね。バイバーイ。